バイトを経験しましたというかしています。ですね、働いているのはですね、シドニーのニュータウンという町にあるんですけど、ネコネコニュータウンというお店です。ネコネコニュータウンはですね、ジャパニーズビーガンレストランですごい人気があるお店なんですけど、なんで僕がバイトをしたかと言いますと、まずはこっちのリーグってシーズン中しかサラリーが発生しないんですね。全部試合給という形で、試合に出てサラリーをもらうというような形だったので、ちょうど昨年のオフシーズンが結構長いんですけどは収入がないような状態になるので、まあ、去年はコロナもあってもちろんもっとしてなかったんで、やらせていただきました。あとはですね、何でもやってみたいと思ったし、本当によく話題になってるじゃないですか。なんかサッカー以外のことやんなとか、サッカーに集中しろと、本当にそれ、サッカーの練習以外のことをやると何か悪いことが起きるのかいいことが起きるのか自分で体験してみなかったっていうのが一つ、もう一つは本当にサッカー以外できなかしてこなかったからできないんだよっていうのをよく聞くけど、本当にサッカー以外やってなかったら本当にできないのかというのをまた自分でやってみたかったし、サッカーでやってきたことっていうのは他のことでは生きないのかっていうのも自分ではやってみたかったっていうのがあります。なのでですね、今はシーズン中なので、毎週木曜日の1回だけ時間があるので、そこでバイトをさせてもらいながら半年やらせてもらいました。ですね、まずはですね、マジ本当にバイトもしたことない、飲食もしたことない、33歳と扱いづらい僕をですね、雇ってくれたね、猫猫のリッキーさんと優しく指導をしてくれた仲間たちに感謝したいなと思います。実際自分の感想はですね、本当にですね、びっくりするぐらい未知の世界でした本当に最初思ったことは、自分はこれで本当にお金をもらっていいんだろうかというぐらい何もできなかったですし、本当に極端な言い方すれば、レッズと試合して5万人の前で試合するよりも緊張してました、毎日。そんな中でも、どういう風にやったら人間関係やったりちょっと自分が覚えれるんだろうかっていうのは、やっぱりサッカーの経験上できたかなと、うまく使いながらできたかなというのもあります。ある種多めに見てくれてるとこもあるのかな、わからないけど本当に
ある意味ですね、本当に楽しい経験でしたし、忙しくもさせてもらったし、できたんですけど、まあ、今回は自分の感想としてはやっぱり大変だと。サッカー一週一回バイトするだけでも結構大変でしたし、飲食の人たちの、大変さにもすごい分かりましたし、やっぱり学校も行っていたので、学校終わってバイトに行って夜11時ぐらいに帰るという生活も、5週1回やるだけでもやっぱりコンディションをコントロールするのもすごい大変だったし、次はね、学校のコースも少し上がることになるので、学校とサッカーの2本に、ここは絞ろうかなと思ったのが自分の選択の今回は1個です。そんな中でいろいろ思ったのは、やっぱり自分が最初に話したのもそうだけど、食事もですね、やっぱビーガンとかめっちゃなんかおしゃれっぽく聞こえたり、なんかプラントベースとかなんかいろいろな言葉がやっぱりあるけど、やっぱり健康な状態の上でやっぱり自分の体に合ったものをちゃんと取るのが大事だなと思います。個人的にはですね、やっぱビーガンだからとか言いながら生野菜ばっかり食べてると冷えますね。やっぱりビーガンだからと言って肉食べなきゃいいって言ってパスタいっぱい食べたらやっぱグルテン合わないとやっぱ力が出ないって言いますし、糖分がって言いますけど、やっぱり必要な物質があるので、じゃあパンで取るのか米で取るのかでやっぱり全然違ってくるんで、それもこれも自分でちゃんと自分の体で体感してみるのがいいと思いますし、そういうのをちゃんときちんと選ばないとやっぱりいけないなと食事も思います。今回はですね、今日は最後ということになるんですけど、お店ご好意といいますか、またシーズン終わったら戻ってきてもいいよという言葉をいただけたので、またシーズン後にもし働ける、お店の状況もあると思うんですけど、働けるチャンスもらえるならまたちょっとお世話になりたいなと思っていて、一時休業前のですがね、僕の人生初めてのバイトの経験とバイトの様子をですね、お伝えしたいなと思います。今から始まった、7個はい、3番餃子です。お願いします。妖精さんの言い方やめてくれる、ちょっとブリティッシュイングリッシュ風に言いました、ね。妖精さん。来るよ。7番です。Bye.